ーストアップはね、1秒でね、できちゃうんですよ。小川慎弘です。今回の動画はですね、平原に丘を作ります。究極のバストアップ方法をあなたにお伝えしていきます。実はこうリクエストがですね、立て続けにちょっといただいて、コメントからももらいましたし、学校の生徒さんからもバストアップの方法、両生骨っていう骨からのアプローチでどうやるんですかっていうのがあったんで、まあじゃあちょっと今回ね、それやってみようということで、考えました。バストアップはですね、正直僕らの普段やってる美容整骨っていう技術でもバストアップはね、1秒でねできちゃうんですよ。1秒バストアップってことでパフォーマンスやるんですけども、でもそれよりも大事なことって、僕らは美容整骨ではバストは上げるもんじゃなくて下がらないための体作りをしていくんですね。下がらない方法を知ってもらって、バストが下がらない体作りをした方がいいと思いませんか。まあそういった考えでですね、今回の動画を作ってますので、バストアップしたい方は今までにね、やったことと違う多分アプローチだと思うので、ぜひお試しください。では早速やっていきます。はい、今回のミッションはね、4つあります。まずはですね、バストが、下がる原因ですね。まあこれも明らかに猫背なんですね。猫背になると肩が巻き肩になって、で肩甲骨が外に開いて上がってくると、要は肩甲骨が上にこう上がってくるとバストは下がります。なのでバスト上げようと思った時に、バストだけを上げても肩甲骨が元に戻ってくれないとバストアップ効果って、キープできないんですよ。ですので今回のミッションはもうこの肩甲骨を下に下げるっていうことを、そこにね重きを置いてやっていきます。で実際うちの卒業生の方もですね、バスト専門店とかおっぱい専門店みたいなやってる方多くて、聞くとですね結構痛い、なんかぐいぐいこう筋肉を揉んだりとかで、そういって結構強めの刺激でバストアップをね、されてるそうで、まあ、一回僕もねつまんでもらったことあるんですけど結構痛いんですよね。まあ、やはりもともと僕らもね、痛くない矯正やってますから、痛くなくしかも結果が出て、それがしっかりキープできる方がいいと思うので、今回は、骨格、骨からの、見解でやっていきます。まあ、バストの中にですね、まあ、バストが下がらないためのこうクーパー靭帯っていう靭帯がありまして、だからおっぱいをこう下げないための靭帯があって、こうちょうど切ったとこ触ったんですけども、まあ、かなりこう弾力のある強い繊維でしたね。靭帯がね伸びてしまったらもうこれって戻らないらしいんですよね。戻らないですよね。普通の関節の靭帯も一旦伸びるともうそれがまた再生するってことがもうありえないですから、バストの場合もそのクーパー靭帯が伸びるともう戻らないんですよ。なのでまあ、中学生高校生ぐらいでだんだんバストが大きくなってくるときに、まあ、例えばこう運動の時にこうバストが揺れてしまう、そういった揺れることでバストがね伸びてしまうっていうのもすごくバストが下がる原因になってくるので、まあスポーツブラみたいなんでしっかり固定する方がいいよっていうのが言われてますよね。まあですので今回はまあ一回そう伸びてしまったものは無理だということで、まあ骨格から戻すことで今までなかなかねキープできなかったものもかなり変化が出ると思うので、ぜひ試してください。じゃあ早速やっていきますね。まずミッション1ですね。でこれバストを上げるためのこれツボなんですけども、そこを押すと正直1秒ぐらいで上がります。で理想のバストっていうの、バストの位置っていうのがですね、ちょっとこう鎖骨ありますけども、鎖骨の内側外側、そのちょうど真ん中ラインにこの乳頭の位置があるのが、まあ本来解剖学的にいい位置って言われてるんですね。まあそこは自分でね、この鎖骨の真ん中ぐらいの線上にあるかどうかを確認してもらうと、外に開いてる方とかもいると思うんですけど、まあこれが真ん中にあるのが理想的です。で今回ミッション1はですね、このちょうど乳頭ラインを上がった鎖骨の下に中府っていう、ね、呼吸器系のツボがあるんですけども、ここを刺激していきます。でこれはですね、もう鎖骨の下のこの筋肉の部分をぐりぐりマッサージするんですけども、そんな強くなくてで OK です。で針とかだったらもう刺せばね一瞬でピュッとこうねバスト上がっていくんですけども、そこをですね今回じゃあ10秒ずつ片方ずつねマッサージしていきます。はい、だから今のですねこの胸の張り具合とかですね、大きさみたいなのを確認してもらって、片方ずつちょっとやっていきますね。じゃあまず、右からいきます。ちょうど鎖骨の真ん中、乳頭上がったとこですね。こういきます。じゃあ、いきますね。よーい、スタート。もう軽くね、こう、多分張っててね、痛いと思うんですけど、そんな強くすることなく、ぐりぐりマッサージするだけで OK ですね。はい、これで10秒。触ってみてください。もうこれで、ちょっと張りが出ました。はい、じゃあ反対も同じくいきますね。鎖骨の真ん中乳頭ラインですね、そこいきます。で用意スタート。軽くぐりぐりマッサージします。
はい、これで10秒ですね。はい、左もふっくらしました。これがまずミッション1です。で、続いてですね、今度ミッション2はですね、この潰れた肋骨を膨らましていきます。要は猫背になると、他の動画でもよく言ってますけど、こう肩が巻き肩になると、このね、肋骨部分がへこんじゃうんですね。本来はこう前に出てるのがいい状態なんですけども、巻き肩になるとここ潰れちゃうんですよ。まあ、洗面器女子とかって僕は呼んでるんですけども、洗面器みたいにこうへこんでる方結構多いんですね。で、これがへこんでる状態だとバストもなかなか上がってこないので、この肋骨を膨らましていきます。で、どうするかって言ったら、深呼吸をね使うんですけども、普通に深呼吸すると、人間って肺呼吸ですから、鼻でも口でも呼吸すると酸素が一旦肺の中に溜まりますよね。で、肺の風船が膨らむ時に肋骨がこう動いてくれるんですけども、普段の猫背の姿勢や、あと腕の重みで鎖骨がですね、下に下がってると、鎖骨が下がるとこの肋骨に乗ってしまうので、肋骨の動きを邪魔するんですね。ですので、こう指で鎖骨を軽く上に持ち上げた状態で呼吸していきます。まあ、実際何もしない状態で深呼吸するのと、指で鎖骨を持ち上げてするんでは、この肋骨の動き方が違いますので、そこはもうね、試してみてください。はい、じゃあこれはですね、5回大きく深呼吸を行います。じゃあこれはもう両方いっぺんいきますから、親指で鎖骨を上に持ち上げて大きく深呼吸しますね。で、まず1回目、はい、吸います。で、吐きます。はい、2回目、しっかり持ち上げて、はい、吸います。で、吐きます。はい、3回目、しっかり持ち上げて、吸います。で、吐きます。はい、4回目、吸います。で、吐きます。はい、ラスト。はい、もう一回上げて、吸います。で、吐きます。はい、これでかなりですね、肋骨が膨らんだ感じが感じれます。次でミッション3ですね。今度はですね、肩甲骨を後ろ下げる筋肉、僧帽筋っていう後ろのね、肩こりの筋肉があるんですね。首から肩、肩から背中っていう後ろに大きな肩こりの筋肉なんですけども、僧帽筋自体が普段猫背で、まあ、肩こりをね、自覚症状ある方の方が多いと思うんですけども、そこの筋肉をまず緩めて、で、そこからトレーニングをしていきたいんですけども、まず僧帽筋を緩めます。で、僧帽筋はですね、マッサージで緩めるんじゃなくて、実は僧帽筋が緩むスイッチっていうのがこの骨のところにありまして、鎖骨で、そして第1肋骨、第2肋骨、第3、第4と5、6と下に肋骨あるんですけども、上から順番に触っていくと、1番目、2番目、3番目、4番目、この3番と4番の間ですね、ここを真ん中の胸骨っていう骨に向かってキュッキュッキュッとこう指で押していきます。で、ここはかなり手を前で使ったりすることで筋肉が凝り固まってるので、押すとね、結構痛いんですけども、ここを押すとですね、肩すっごい緩むんですね。ですので、そこに手を当てて緩めていきます。で、もしその場所がどっちが正解か分かんなかったら、もうこの肋骨の間にですね、指を入れて狙ってもらうとですね、よく当たると思います。ではこれ30秒やっていきます。で、いきます。よーい、スタート。もう場所が分かる人は指1本で、もし分かりづらい方は3本ぐらいで肋間を狙ってください。ちょっと痛気持ちいいぐらいでいいですね。あんまりするとね、結構ほんと痛いので、強くしすぎることなく、まあ痛気持ちぐらいでやっていきましょう。肩しんどいなって時に、肩を誰かに揉んでもらったりとか叩くんじゃなくて、もうここ緩めるだけでね、もう全体緩まりますからね。はい、これで30秒。さあ、これでね、肩回してもらうと首と肩がかなり緩んでますね。はい、そして最後のミッション4つ目、ここがすごく大事なんですね。まあ、最初に言った通り、猫背になると肩甲骨が外に開いて上に上がってくるんです。肩がすくんだ状態で、肩甲骨がこう上がると前が下がります。で、要するに肩甲骨をこう後ろに引くと、腹も一緒ですね、後ろ引っ張ると前が上がるように、肩甲骨を下げてあげるとバストは簡単に上がってきます。で、この肩甲骨を下に下げるっていう筋肉はもう1個しかないんですよ。まあ、さっきの僧帽筋っていう筋肉が上部、中部、下部とね、3つの繊維に分かれてですね、上部繊維、
中部繊維、下部繊維、この肩甲骨を下げるのがちょうど僧帽筋の下部繊維なんですけども、これはちょっとねトレーニングで、しっかりと普段外に引っ張られて上がっているものを本来の肩甲骨を下げるっていう動きを使って鍛えていきます。水の入ったペットボトルとか少しなんか重りになるようなものを持っていただいて、これは片方ずつですね、手をバンザイします。でバンザイしたところからちょっとこう外に開いて、こうグリコのポーズみたいな V の字ですねに持っていきます。でそこから後ろに引く、ちょっと前から後ろに引いていく、要は肩甲骨をこう下げる方向ですねに腕を振ってトレーニングしていくんですけども、これ片方ですね20秒行います。はい、でいいですか、まっすぐよりもちょっと開いた状態でいきます。で用意スタート、後ろに V の字の状態から後ろに肩甲骨が下に下に下がるイメージですね。肩甲骨が下がった分だけ前がねこう上がってきますからね。 OK、 はい、これで20秒ですね。どうでしょう、わかるかな、これ今右だけバストがすっごい上がってます。じゃあ左も同じくいきますね。まっすぐ上げた状態から少し開いてこのまま後ろに行きます。はい、用意スタート、後ろに後ろに、まあ、この時に肩甲骨がこう下に下がるのをイメージしてやってもらえるとより効果的ですね。はい、終了です。さあこれで確認してみてください。力も入れてないですけどもバストが上がってますよね。でこれは肩甲骨が後ろに寄りやすくなって、まあ、僧帽筋の力を使って本来の肩甲骨を下げるっていう動きができたので必然的に前が上がってきました。これがまあうちのね美容整骨的に骨格からバストアップをさせる方法となります。はい、では今回の動画はですねおさらいしていきましょう。で今回のミッションはね4つです。ミッション1ですね、まずはバストを上げるツボなんですけども、ちょうどこの鎖骨の内側外側の真ん中中間地点にちょうど乳頭ラインが来るのが、まあ、正解なんですけども、その乳頭ラインを上がった鎖骨の下、ここに中府っていうねツボがあります。でこのツボをね押すとですね呼吸器系のツボなんですけども、呼吸がしやすくなる、要は肺が広がってバストが膨らむっていうツボなんですけども、ここをまず片方ずつ10秒ずつほぐしていきます。それするだけでもですねかなりバストアップ効果があります。でそしてミッション2つ目、でこれはですね、猫背巻き型になって肋骨ですね、胸郭部分が潰れているこの洗面器女子をですね肋骨から膨らましていきます。でやり方はですね深呼吸を使うんですけども、普通に呼吸すると猫背の姿勢、あと腕の重みでですね鎖骨が下がってしまって肋骨がうまいこと動いてくれないので、親指使って鎖骨上に持ち上げます。で親指を持ち上げて親指で鎖骨を持ち上げて重りをなくした状態で肋骨をですね最大限に膨らませていくんですね。そうすると普段よりはさらに、効果的にこう呼吸がしやすくなって、普段なかなか膨らまない位置までこう肋骨が膨らんでくることができます。はい、これをですね大きく深呼吸5回やっていきます。でそして、ここからミッション3つ目ですね。でここからですね今度肩甲骨をしっかりと元の位置に戻すために僧帽筋緩めていくんですけども、僧帽筋はですねまず緩めるのは僧帽筋のスイッチっていうのが前の肋骨の3番と4番の間にあります。でその場所を見つけて内側に向かってマッサージしますね。でこうちょっとね筋肉の付着部で凝り固まってね結構痛み出やすいところなんですけども、まあ痛気持ちいいぐらいでしっかりとほぐしていきます。でここほぐすだけで肩周りがねだいぶ楽になります。でそしてミッション4つ目、今度が、僧帽筋下部って言ってね、上部中部下部っていう肩甲骨を唯一動かす下に動かす筋肉なんですけども、それをトレーニングしていきます。でこういったねペットボトル、水の入ったペットボトルみたいなのをちょっと何か重りを用意してもらって、まっすぐ腕を上げて少し外に開きます。でそしてこの位置から後ろに腕を振っていきます。その時に肩甲骨が下に下がる動きをしますので、これでね僧帽筋下部の繊維をですね、集中的に鍛えることができます。これを20秒ずつ行って確認してもらうとバストが上がってるってことですね。まあ簡単に言うとですね、肩甲骨を下に下げてあげると、普段の猫背で肩甲骨が外に開いて上がってくるからバストが下がる、
でその肩甲骨を後ろにこう引いてあげると、服でもそうですけど後ろに引いてあげるとバスト上がってきますので、これが骨格的な美容整骨の、バストアップのする方法ですので、まあ、姿勢をねまず直さないとバストアップっていうのは、絶対になかなか叶えれないですし、上げることよりも下がらない体作りっていうのを皆さんね、今回を機に目指してもらいたいなと思います。はい、では今回の動画を見てねいいなと思った方、高評価そしてチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。